クラウン。彼らの組織はそう呼ばれている。クラウンとは、様々な財閥企業からの資金をもとに新時代の科学技術の開発を進める研究団体である。だがそれは表向きの顔に過ぎない。彼らの本当の目的は暴力による支配である。そのための強力な武器の開発が進められているのだ。究極の兵士ガイボーグは、ガイボーグと呼ばれる戦闘用サイボーグ、そして謎の生命体ファラーの規制によって作られる怪物ミューティアン。ファラーの効果によるものです。彼らは世界中から優れた格闘家をさらい、肉体改造を施すことで最強の軍隊を作ろうというのである。これがあなたを変えるの。あなたの全てを。
Thank you.